で、移籍して、いきなりもうタイガースではもう大車輪の活躍やったじゃないですか。もう2016年から。まあ一軍、一応ずっと一軍にさせてもらって、うん。よかったなと思います。よかったなというか、はい。で、2016、17はこう、なんていうんですか。すごい、ねえ、いい成績を収めたけど、この2018、19はやっぱりもう怪我の影響ですか？ああ、そうです。だんだんやっぱり体が言うこと聞かんくなってきてたのはもう間違いなくて。まあでも、それもなんか楽しくて、なんかこんなに俺体動かないけど、抑えてやるぜみたいな感じで投げてたんですけど。ほう。でもダメでした。やっぱダメでした。いや、ほんまあれやな。トークの節々に強気なところが見えるな。やんちゃやな。野球に関してだけはちょっと、なんか、強がる部分があるんですけど。そうやな。ほんはま、それが出てるわ、マウントでも。その通りやわ、ほんまに。ああ。でも、傷んでたのはどこ？肩、肘。い。もうこっち側全部だ。指の先までダメになってたんで。それはいつぐらいから？指は、徐々にひどくなってきたんですけど、まあドラゴンズの後半ぐらい、に手術して、まあ、そこからは騙し騙しですけど。じゃあもうほんま、あれや、野球選手あるあるで、もう胃が荒れるぐらいまで痛み取れ、ボルタレン飲んで、で多分も効かへんから。ボルタレン飲んだん多分トップ10に入るんじゃないかなっていうぐらい飲みましたね。ほんま。もう2、3個は毎日飲んでましたね。結だから構。もう言い荒れるからみんなお尻から入れるもんな。お尻のもありますね。座薬からせんともう胃がボロボロになってまうねんな。でも僕も直接ボルタレンそのまま飲んでたんですよ。ドラゴンズの時も。胃薬もなしに、胃強くなってました。肩直すためにいい強になっててな。